陰中八千図の内南寺被群折関西大学図書館像。中井愛子とは、江戸時代中期の大阪の絵師。瞳、関月の門人。大阪の人。名は時期、または間。通称は、陽生陽像あるいは陽像。字は陽像、古用、白陽。愛子、死因死へとゴー戦京南、後に、伏見町震災橋東に住んでいた。 元月に、浮世絵を学び、さらに、牧田に槍流岩などを独学、史上派の写生味を加えた、山水図、人物図に優れた手腕を発揮し、大阪画壇に一家を成した。また、木村健阿指導をはじめとした東大の文人木閣と、交わり、中井竹山に詩文を学び、余儀に作道を達しなんだ。作画期は完成から文星までである。文化元年観光の知志本。 はり名所巡覧図への挿絵を描いている。名本図への序と罰は、今日は3年に書かれている。その他に、教科本などの挿絵を手掛けており、例として、文化五年観光の教科本、川衣の木、文化九年序の寄稿文、東の、津戸などが挙げられる。教年十五。墓所は明治になって、廃寺となった、幾玉の里支援画風は、 当時流行していた南品派の図用も取り入れつつも、良さ武損や市場派風が強い射奪な漫画と言える。余白を大きく取り、簡潔でおおらかな作風だが、悪く言うと大味で説明的である。作品数は、比較的よく残っており、対策も、珍しくない。門人も数多く、に、上田校長、山口乱石、師、木村家大使、水尾龍園、菊川地区慶。 玉ト通す、蒲田岩章、水を領主らがいる。ありがとうございます。